皆様こんにちは。ストリートファイター5の実況プレイ動画を始めます。頑張っていきましょう。現在のルピンは5859というところで、やはり思っていた通り6000から遠ざかってしまったなという感想でございます。皆様ね、ここまで来ますとですよ、やはり一朝一夕に、ね、勝たせてくれないというところもあるんですが、その気合で勝っていきたいというふうに思っているんですが、毎回同じような前工場ですよね。たまにはですよ、あーここら辺のタコスケども、俺のサイコパンチで全員引きちぎってやるぜみたいなこと言わなくちゃいけませんよね。焼肉100人前食う。今回使うキャラクターはケン、チュン、キャミ、リュウ、ラシード、あとネカリです。いやースラスラとねキャラクター名が出てきますよ。やはり無敵体育を持ってるキャラクター、非常に自分は好きでございますからね、好きですから本当に使っていて楽しいですよね。もう本当に昇竜拳打ってれば4年そういうところは本当にいいことをつくんですよね。待ってたぜ。いやしかしこの剣のね服はこれは特注でしょうね。今までのシリーズの剣はずっと道着だったわけなんですが、こうなんかこうボディースーツみたいのね、ウェットスーツみたいのこうやって着て衣装にしちゃうだなんてね、まあ、剣も変わっちゃいましたね、なんかね。昔はちょっとまっすぐなとこあって、やめろよ竜、やめろよ、俺の上履き隠すなよおめえみたいなこと言ってたんですけど、気がつきゃね、あイライザ俺の嫁みたいな、そんなとこありますよ。あ背景ですね本当に。しかし竜も剣もですよ、見た目あんまりつけませんよね。やっぱり格闘技をやってると、もしかしたらですよ、あんまり老けないみたいなことがあるのかもしれませんからね。自分はねちょっと最近顔がですね、まあちょっと劣化してきてますよね。こうなんとかねきちっと直していきたいなっていう気持ちもあるんですけれども、まあでも一回老けちゃうと多分若返りませんよね。若返ることはなく、老けるのを止めることはできるんですけども、どうしよう、今から格闘技やっても遅いからもう何もしなくていいか、家でゴロゴロしてます。やべ、いきます。マジでうまいんだけど、集中しますよ。蹴ります。きついな。なるほど、ちょっとね V トリガーを発動するための起点の強形が触れませんでしたね。ちょっと露骨すぎたからな。うまっ、いい、打撃重ねて、やばい、最後のシチュエーション覚えてないですけどもね、あのソニックサイズの EX 版はですね、無敵はないんですが投げ無敵があるんですね。だから自分が最後投げに行くんじゃないかっていうところを読んでの打ってたと思うんですが、自分打撃重ねたような勘違い。よし、ここはしっかりとふんどしを締めないと。今日自分が感じていることを言いましょうか。負け越しです。この負け越しの空気をね
拭い去らないとまずいですよ。負け越すと嵐が来る。さかまく嵐のラシード、それが俺の名だ。ラウンド1開幕ぶっぱします。無理、まずいですよ。スパイク、いや打ちますよね。ドン、ドドン、どういうこと。無理、おいしゃよかったまです。次やったね。いやどうしてもですね、勝った時のねクルッというのがねチーケンスに見えちゃうんですよね。あれ出なかった。こういうこと、投げるでも対決あります。ちょっスコンスコン入りますよ。技がなんかが当たってくれ。体のどこかに当たった。チャンス、あれちょやべ、何の膝蹴りでしょうか。いい技だ。なんで見たかうますぎる。お返しです。ノーネ、まずいですよ。これしっかりいかないと回ります。ちょっと処理落ちが、ちょ、え、音が、あれ、え、音大丈夫、あれ大丈夫かな。まずいです。まずいですよ。マジか、これすごくまずいですね。まずいですよからのご飯ですよからの負けますからの負けました。いいですか。なんかちょっと途中音を飛んだような気がするので、もしかしたら録画失敗してる可能性ありますね。まあでもこのままいきましょう。バン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 、まずいまずいまずい、大変なことしちゃいました、大変なことしちゃいました。キャラ替えするの忘れた。いやいや、ね、気づいてですよ、気づいてあの椎茸ボタンを押したんですけども間に合いませんでした。椎茸押して戻ったらもう世界戦画面入っちゃったよ。どうしよう、やばい、ラシードで2戦連続負ける。でもこれは数に入れませんから、勝っても負けても数に入りませんから、ラシードの結果はさっきのものですから、負けても別にいっぱいじゃないですからね。俺の名だ。はっ、チャイ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 、投げれてポンドン、まず打ちます、食らいます、抜けてますが、はめー、よっしゃー、このはめガードされたことはありますまいというところでございます。マイナス2からトップ、パッパッ、オッケー、バレてます、打ちますセント、
よ。次は打ちます。怖いですよ。マジ？ヘリ、うん、言ってきたー。なんと俺のせいやしちゃった。怖いですよ。もし負けるとしても次のラウンドのためにゲージは貯めたいと。打ってきたか。ただね、ノーゲージだったんですよね。それがちょっと。マジ真剣ですよ。まずい。じゃあどこ行くの？マジか。やっちまった！致命傷！いや終わった。逃げろ。絶対キャノンスパイクだと思った。いやーグラップかー。 you lose. 中盤で合ってた。やっちまった。悔しい。マジ絶対打つと思った。自分ですね、自分が画面下入ってる時に、まあいいや、今度はちゃんと、今度はちゃんと、誰でしたっけ、ネカリでございます。そして相手の方はベガ、かなりの LP の方ではございますが、そこら辺を全て跳ねる24ウィンズ。すごいですねこれ。 AKB24 みたいですね。すごいなこれ。どんな動きをするんだろう、想像もつきませんね。ベガのご師匠さん、いいですか。聞くっしょ。なんと、いいコンボ。やります。なるほど。まずいなこれ。何やってるんだ。マジかー。いやこれ分からんな。今回全敗ありますよこれ。これおっと、まずいな。まずい。手玉に取られてます。よっと。マジかこれ。なんだこれ。マジで強かったな。攻撃が当たる気がしない。すごいですねこれ。ベガ使いでここまでの方がいらっしゃるとは。ちょっとねこれはすごいことですよ。今日全敗ありますね。まずいな。
ょっとハラハラしてきました。え、ちょ待って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 、キャラ変えてなくないですか。気のせいかな、気のせいですよね。よっしゃ頑張っていきましょうね、カリ。ちょっと今日どうしちゃったんだろう。いや大丈夫です、みんな落ち着いてください。セントスです。あなたたちは見ている人たちです。そうです、それ以上でもそれ以下です。勝ちに入れませんから、負けても負けに入れません。こっちはいいな、勝っても勝ちに入れませんっていう言える立場じゃなかった。なんとか勝ちました。よかったむー。でもこれは入れません。今日は全敗リーチでございます。全敗リーチ。ちょっと今日どうしちゃったんだろう。すごい試合量だぞ。何があったんだ一体。ちょっといけませんねこれ。しっかりしなくちゃいけません。全敗リーチ見極めていきましょう。よし、全敗を、全敗をここで止めるぜ。てか今日 LP 高いですね皆さんね。ちょっとですね、やはりモサの方はちょっとね、ちょっとやっぱりね、モサの方はちょっと、いや自分もちょっと、まあ、モサの方はね、勝ちます。まあ見ててくださいよ、キャミーですから、スコンスコン技が当たればね勝てるという。どうですかこの衣装、いいでしょ。やん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 。しかしね、1ラウンド目がパパッと取れた時は2、3ラウンド目がすぐ負けるっていうパターンが多いですからね。いけません。ヘリマン、ハッペ。いいです。わあ、めっちゃ動いてますよ。あらって。大丈夫、キャミーの体力ならば生きてません。生きてんの？うますぎる。今自分がぶっ破していてもガードできるちょい下がりのジャックパンチ、一番いい安全な選択肢でゴール。おい、はい、おい、あれ落としたいよな。投げれて、やばい、今なんでゲージ入ったの。
ちょねえもう技ミスったマジ切れそう悔しいマジかいや今ね最後 EX アローだったんですけど見ててください今回全敗リーチがかかっているこの試合ではございますがこの純白の衣装に身を包む竜を使って勝利をつかみたいというふうに思ったんです。今回は非常に真剣にいや全敗はまずいですからね全敗いつ以来やってないですかね確かなんか 1,2 回やったことあるような気がするんですがちょっとですねこの試合はいやちょっとですね勝ちます。勝利をガードした後は強キック強キックですね。よし堅実に行きます。トイレ掃除もします。トイレも掃除します。負けたら便器舐めます。勝利剣差し返し勝利を待ちます。波動拳いやまだ飛んでくる。やばいやばいやばい話はしません。OK 勝利剣まずいマジか分かんなかったやばいマジで勝てないどうすっかなしゃがみ確認まだ飛んでください。なんかそうですね安いけど前にやるこれはもうこの体力差生かしてできるだけゲージを貯めたいですがまあこの昇竜フィニッシュしかないな狙うのちょ待って待ってなんだこれはあやばいぶねーよっしゃでも勝ててよかったマジで。ファイナルラウンド。ファイト。おや。波動拳。いい流れマジかいけあやべやった勝てたマジ負けるかと思ったマジ。いや LP5500 切らなくてよかったよかった。いやまあでもですよ対戦というのは水物全勝する時もあればこのような低たらくな時もある。しかしですよそれらを総合した平均勝率っていうのがその人の強さでありますればまあ自分的にはやっぱりまあ5000ぐらいがね適正なのかなというふうに思うんですがあと残すところ数話で毎日更新は終了となるわけなんですけれどもですねまあ6000をこれは目標にさせていただきたいなというふうに思っております。無敵勝利会は今回で以上です。次回はもうコンセプトがなかなかないですけどもねまあなんかしていきたいというふうに思っております。ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。失礼いたします。よかった。